いける、止まれ、ダーム、てめえの血は何色だ、一斉のレッツゴー、うわMC が入った急にね、顔がちょろっと顔がちょろっと出たよ。しかも男たちの戦いみたいな体でなかったですよ、6夜までやってないのに、うん、突然やってきたんでびっくりした、やっとタイトルがついたみたいな感じで急に第7夜でタイトルついた、はい、第7夜発表していただくのはこちら、はい、まず自己紹介いきますか、MC お願いします、バックスフライでございます、はい、キヨです、フジです、毒のかさみでございます。もうこれ恥ずかしいよ、はい、第7夜対決したのはこちらです、はい、一斉のおでです、よよー、いいじゃないですか、あ、アナログそんな、はい、いきなりこれも日本中でね、指の数をこう指すまじ争うですね、はい、指すまじ、指すまね、そう、一斉の若い子は指すま、指すまっていうのはその最近なんだろう、スマップスマップさん、はい、の番組でやられてる、ね、それも結構もう10年前ぐらい前です、ね、めっちゃ古いよね、どっちで、一斉ので、一斉ので1、伊勢ので1とかです、伊勢ので1、ね、うん、まあ分かりやすくね、なんかこれじゃんけん以来だね、このそうだね、確かに、今回4人なので8までですね、普通にやる、まあ普通しかないか、宣言しかない、普通しかない、宣言、まあその辺はいいんじゃない、自由に喋れば、なるほど、ね、うん、1抜け3ポイン ト、はい、2抜け2ポイン ト、3抜け1ポイント、うん、4位が0、いきましょう、はい、3回勝負、3回勝った9ポイントよ、3回とも1位だったら、3回戦やります、2回戦、その時間が結構かかります、これ、あ、マジで4人目ではね、そうね、2回戦3、2、1、6ポイント、トータルでじゃあ2回戦だと12ポイント5かかります、動くな、これまでのポイントおさらいしておきましょう、全部これまでのポイントはマックス村井8ポイント、ドグマさんと富士さんが6ポイントずつ、キヨさんが12ポイントです、我々が2回戦勝てば並びます、やめようよ。やるよ。よし。じゃあ、いやこれ運だからね。もうこれ運だ。誰から行くかをまずじゃんけんで決める。そうだね。先の方が有利だし。パーから出します。じゃあ向井さんに勝ってほしいからもうグーにしよう。じゃあ今グーでいいよ。じゃあもうグーでいいよ。じゃあこれいうことで、うん、打ち合わせ通りで。はい。はい。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい。やっぱり人を騙せないんだよね。俺らはなんだね。最初はグー、じゃんけん、ほい。よし。結局でも時計回りだもんね。それでいい、ね、こっちで入る、ね、これ最後になる、よし、え、あ、最後不利だよってことは最初の方がチャンスが多くて有利、ね、そうです、有利ですね、で行きましょう、でもいいよ、俺1位だし、いいですよ、一斉のでの掛け声でいいです、はい、一斉ので1とかね、はい、OK です、8までなんだね、はい、8まであります、0もありね、これ最初は無理だろ、0もあるんで9まで、0もあり、はい、9択いきます、はい、一斉ので2全員上げる、そんなに上げる、そんなに上げる、あ、じゃあ微妙にこっち向く、はい、あ、じゃあみんなあっち見ながら勝負する、はい、オッケー、あ、そうなんです、じゃあ私行きますよ、はい、一斉ので2、うーん、よし、そんな上げるね、上げるね、わかりました、いきますよ、一斉ので3、うわー、やばい、やばい、なんで上げないのここで、いやー、なんか怖い、どうせ上げるねって言ったからね、そう、すごい数言うかなと思って、うん、ぜひかな、ブラ、8とか言うと思った、ブラ、次8あるよ、足、8もないっすよ、8もない、8もない、全部や、俺バカじゃないですか、いきます、一斉ので5、うわ、あと4、よし、かました、かました、かました、した次上げない、いきますよ、はい、一斉ので3、あ、そう、あげなかった。ちくしょう。え、今引っ張ってんな。遅いし、遅いし。今あげても意味ないし。足引っ張ってましたよ。いきますよ。いいよ。一斉ので1。よーし、やばい。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 こいつ終わっちゃうぞ。いきます。はい。いきますよ。一斉ので0。うわ、ちくしょう。3。いきまーす。一斉ので3。よし。うわー。よし。よし。ナイス。ナイス。これ村井さんが上がる可能性でかいな、はい、いきます、はい、一斉ので3、0 よしよし、手かいよ、よし、もうね、手汗やばい、手汗やばい、普段手汗をかかないのにすごい、今日は手汗がやばい、ドグマさん、頑張って頑張って、いいよ、ドグマさん、いいよ、一斉ので2、お、2、シューシ、ここでドグマさん行かなければな、シューシ、シューシ、
こっからだよ、もう4つか。 OK、 はい、いくよ、いきます、一斉ので、1、誰も、誰も、誰も、これ俺1位あるよ、くそ、いきますね、一斉ので2、うわあ、1位キヨさん、ありがとうございます、よっしゃごめんなさい、よしよしよし、ごめんなさい、ごめんなさい、だってさぁ、あげたくなるじゃん、 あとでうまいもん持ってやるからなまあまあまあ、しょうがない、しょうがない、やべぇ、独走がやべぇ、独走、それやべぇ、今ので3ポイント入り、キヨさん15ポイントになります、やべぇ、まあ行きましょう行きましょう、これビリが誰かによるな、村井さん、はい、一斉のーで、ゼロ、うわぁ、すげぇ、ゼロで上がるのかっけぇ、村井さん2ポイント入って10ポイントになりました、この仁義なきどうでもいい最終でもここで一歩リードできんだよ、そうね、よし、行こう、一斉のーでゼロ、よし若干、若干俺イケフみたいな普通に上げられてんじゃんまあこれで普通に有利だからね、今いますよ、はい、一斉ので一、起きや自分のせい、全部自分のせい、1回戦の結果はこちらになりました、1位キヨさん、はい、15ポイント、2位マックス村井10ポイント、3位富士山7ポイント、4位ドグマさん6ポイントです、マジか、弱いな俺次もう一回行こう、ドグソンスタート、わかりました、次で終わりですか、じゃあこれで1位になればいいですね、そうね、そうだね、第7夜のこの伊勢のでゲームね、はい、終わりですか、わかりました、覚悟決まってるんですか、はい、決まってますよ決まったっすよ、あなた人狼でしょ、はい、はい言ったらない、はい言ったらあかん、はい言ったら言ったら時間すぎるって、いきますよ、はい、いきますよ、伊勢ので6、5です、危ねえ、今俺上げようとしたわ、2本、4、危ねえ、いきますよ、すごいいいとこから来たね、そう、大きい数字いいんだよね、うん、一斉ので3、おい、よし、徳間さん、よし、何してんのだって上げないのも悪じゃんそうなってくると、いや、あったじゃん、大きい数字が有利なんだよねって予告があったじゃん、だからみんな上げないよ、あの予告、でも大きい数字にピタッとハマったら気持ちがいいと思ってそんな単純に見えるそんなこと言える立場じゃないですよ、そうだよ、何アシストしてんの、最下位でね、ひどい命令される可能性あります、いかんいかんいかん、真剣にやる、いきまーす、はい、一斉ので4、うわっ、あげられなかった、3だ、3問だ、あげられなかった、それ何、おすごいすごい、これ村井祈りが村井祈りが決めた、決めた、はい、一斉ので4、あぶね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 、私の読みだとね、112だったんですよ、あ、なるほど、なんで2本あげちゃったのあげただけで怒られてる何しても何しても責任押し付けられてる、チャンスある、まだこれからだから、今から、今からだから、行こう行こう、頑張ろう、今からだから、いっせーので1 あー空気変えて勝ちに行こうとして、この勝てない、結局勝てないというこの1なんてできるわけないじゃんうん、すげえわ、でもこれちょっと、あ、確かに、あ、俺はもう上がっちゃうよ、これ見ちゃうんですか、はい、集中、はい、どこさん、どう、はい、集中、集中、集中、わかりました、わかりました、集中、いこう、一斉ので1、うわ、めっちゃあかんじゃん、4本やりました、よし、一斉ので3、え、そんな驚き、そんな驚き、ここ2周ぐらいの中で最も指が上がったお前な、めっちゃ上がった集中、はい、村井さん、村井さん今あと何本、まあ2本、よし、まだあの富士山の1しかない、村井さんどっちで来るかな、よし決めました、はい、いきます、はい、一斉のでゼロ、いやその悲しい顔めっちゃ悲しい顔して
めっちゃ辛そうだね。大人の悲しい顔と面白い。悲しい顔や。相当覚悟決めてさっきゼロ。一斉のでゼロ。ゼロってものすごいいい声だったもんね。ゼロ。もうゼあたりで当たってる。あると思ってた。はい。いいよ。一斉のでゼロ。どう上がるよ。これ上がるよ。2回連続でも裏を返した。全員でフルで上がったよ。すげえ上がる、ね、俺も上げようかなと思ったもん。よし行こう。集中。一斉のせいに。おっしゃー。えマジか。ストレート。ストレート。ストレートが強いな。やったぜ。マックス村井並び富士山も10ポイント。やば。じゃあこれで村井さんが4位だったら並ぶんだ。だから俺は勝たなきゃいけない。そうだ。そうね。やばい。すげえな。ドグさん、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 ドグさん。結託して。分かった分かった。それは絶対必要なこと。できる。結託ってどうしたらいい。いやなんかいきますよ。なんか目と目で。何本まで。何本までしていい。あ、こうやって。じゃあいきます。一斉ので6。おお。でもこれさ、今村井さんが上げるな上げるなって来たもん。モールスが来たよ。でもこれさ、二分の1になっちゃうな。俺上げるか上げないかさ。まあそうだ。次村井さん。村井さん目で来てね。目で来た。いいよ。一斉のでゼロ。ダッシュ。俺おかしいな村井さん。俺今は裏切るぞ。絶対裏切る。いや違う違うよ。2だよ2だよって言わなかった。あげんな。ごめん。あ、そうか、あの合図はあっちやったんや。ごめん。絶対これ絶対これ裏切る。ごめん、システム面が間違っとったで。ごめん、今分かった分かった。絶対裏切る。分かった分かった。オッケーオッケーオッケー。分かった。見た見た見た。オッケーオッケー。バシッ。よし分かった。ストライク。カーブね、カーブね。オッケー。シュート進化。はい、進化。お前さんあれよ。あれ。一斉ノーで1。よーし。えい、村井さん。さすが。なんでやっちまったって。いやだって私ほら、こうやってニッチってこうやってブラフ出してたからさっき。そう、俺もさ見えてないふりして見てたから。奇数言えばいけんなって思って。丸見えやん、みんなそれ。いや、にってブラフですから。あ、ブラフね。私は2本あげるよみたいな、うん、そうだけどね、うん、そう、思った。そう思った。1って言うと思わなかった。思わなかった、でも奇数絶対来ないと思った。もっと私のこと信じろよ。ちょ、信じて。前怒られてる。なんか信じてないみたいな。怒られてます。村井さんの無垢な目を見たら1って書いてあったよ。でも私ゼロだよ、私ゼロ。キヨさんは1だから、こいつあげるぞっていうのを言ってたり。だからもう僕のこと信じて。みんなあげて、お願い。俺も全部あげるから。あ、そうか、これ最終戦だ、今日。そうですよ。うわ、最後です。みんなあげて、お願い。俺も全部あげるから。いくよ。中心。じゃあ全部あげるか、うん、全部お願い。全部あげるか。お願い。全部あげるのね、うん、全部全部あげるね。あげるね。わかった。約束する。全部あげる。わかった。絶対全部あげる。一斉のーで5。あーゼロー。そっちか。だってあげたらほら引っかかるね。もう引っかかる。無垢やで。でもよかった、村井さん。この流れで村井さん今最強だな。村井さんどっち次。ん、5でいくわ。分かった、5ね。1、2、3、4、5。ということは上げるってこと。俺は信用しなきゃいけないからね、うん、でしょ。そうでしょ。信用しない。分かった、5ね。でも俺はドグマさんに合わせて1個あげれば偶数になるから、4にしかならなくて、偶数にすればいいな、とりあえず。普通にやりたいよ。よし、いいっすよ。いいね、はい、俺あげるよ、はい、俺あげるよ、はい。一斉ので3。全部あげる。分かった、絶対全部あげる。一斉ので5。あああね、はい、うん、はい、ね、もうちょっと力強く3って言ったんだけど、それはサブって言ったサブって、それは上がらなくなりました。それは上がらないですよね。ひでぇこの人ひでぇ。それは上がります。上がるわけがない。嘘だろ。無理というの、妄想無理。目かすんできたわ。そんなことあるかと思った、今すげえびっくりした。行きましょう、続きます。一本一本一本でなんかやったぜーみたいな。まあまあまあね、やっぱりちょっとね、信じられなかった。やばい、やばい。いや、村さんあれね、僕あげて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 3ね、3ね。
三で。はい。スリー上げてくれいいと思う。スリー上げ。ツーワンのゼロゼロだから。ゼロゼロ。俺上げなくていい。上げなくていい。上げ上げ上げってことに。ワン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 ゼロゼロ。ワン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 ゼロゼロ。オッケーオッケー。で。0120振り出す。いいんじゃん。はい。行くよ。はい。一斉のでゼロ。十歩発。あ、フリーダイヤルつったのに。あ、でも今三やったんや。うん。あ、信じればよかった。ここでそろそろ行かなきゃな俺。さっき全部あげるって言って。俺もう見ない。村井さんあげてくんなくて、ドグマさんだけあげてくれたから。行きます。え、どうする俺は1個上げて村井さんと徳間さんが上げて4になることを願う。行きますよ。一斉ので4。よしよしよし、俺か。徳間さん上げないなって思って自分で上げたわ。よっしゃ、これいけるぞ。これ村井さんを救おう。村井さんどうしよう、次信じるか。本当に本当に次信じるから。村井さんやばいよ。絶対信じるから。ないないない、2人上げてくれ。はい、2で上げ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 過呼吸になっちゃうよ。はい、いくよ、信じてるよ。はい、いけるいける。一斉のお題、ニッキャーよっしゃよっしゃ、不正ですよ、俺は。あんたこっち、だって、俺らを信用してなかったってことやね、自分が2本あげたってこと。そういうことだよ、前さん。そういうことだよ。そうだよ、信用してなかったよ。認めた、認めた。よし。ただ、この瞬間、キヨは信用できる。一番信用できないのはどこ。いいの、ひどいなぁ。まあ、ひどいな。いやいや、俺は信用してるから、みんなみんなを信用してるのがずっとやってるからね、俺。どっちかで言うと。バカなのに。バカだよ。私、仲間たちと一緒にでっかくなってきて。うん。来た。うん、これ二人信じていいんじゃない。じゃ信じようかな。信じていい。じゃあ、ワン、ツー、スリー、フォー。4あ、みんなあげる。全部オールハンズアップ。オールハンズアップ。オーケーオーケー。簡単、シンプル。俺も絶対あげる。シンプル、オッケー。もういい、あげて。ベリーシンプル。このままでいいぐらい。ベリーシンプル。もう勢い出すよ。はい、もうこうね。ズンバーン出すよ。ズンっていこう。あげる、あげる。ズンで、いやーイエーイ。これいけ。4、はい、一斉のでやーあれどうなってるんだ。おかしいなぁ。レッテー、なかったな。イエーイ、誰も来なかったパーティーみたいな。誰も来なかったクリスマス、すごい高性な食事を誕生日パーティー食事をやったの。花形満にも送ったよ。サモンにも送ったのに誰も来なかった。全然野球の勝負飲みたい言われたよ。俺行くよ、もう何も言わない。もう何も言わないでやる。じゃあもう俺じゃあもう 25% の確率にかけると。俺も上げとくわ。そうっすね、俺上げとくわ。そんなありなしなし、上げとくわ。すいません、上げとくわ。もうだから1をカウントしといてや。上げとくわ。で、一斉のでって言った時に下げないんでしょ。下げないよ。だから1はカウントしてやったら。よろしいよろしい。じゃあ行きます。よろしい、上げとくんでしょ。上げとく、上げとく。行きますよ。一斉ので2。よっしゃ。おお、ありがとう。よーし、よっしゃー。キヨさん2ポイント入りました。あらー、うーわー、このおじさんはもう圧倒的に今徳間さん有利だからね。まあ、1だ、ね、村井さん、いきましょう。だって村井さんが有利だったら富士と。そうね、同ポイントだ。そうですね、だから俺勝たなきゃいけないんだ。そうだ、村井さんを下ろすためにも俺勝たなきゃいけない。頑張って。じゃあごめん、ちょっと同盟は解消だ。まあ、さん2本だからリクエスト言っていいよ。答えてあげる。お、1本あげて。うん、答えてくれるんですね。うん、わかりました。1本あげてください。次生まれたんだね。
一本あげればいいな。わかった。村井さんの番で一本あげてくれるの？ん？次村井さんの番だから。あ、私の番。おお。私の番だ。私の番か。そうかそうか。一本リクエストして。一本あげてくれるのね。一本ドラマ。何？前田そんな変なこと言ってる余裕ないからね。私1あげるよ。わかりました。じゃあ僕も1あげます。お願いします。わかりました。頼ますよ。はい。頼ますよ。信じてます。わかった。いきましょう。信じてますよ。わかりました。一世の大に。村井さん勝負って厳しいんですよね。フルスイングだよね。フルスイングですね。ああうまい。ダーク。さっきからずっとフルスイング。フルスイング。僕だって勝ちたい。フルスイング全部フルスイング僕はあの人に勝ちたいお前さフルスイングなんでしょ。裏の裏を書いてきたんでしょ。まあそういうことですね。まあそういうっていうことでしょ。はい。さすがに額面通りじゃないでしょ。はい。裏を書いてさらに裏を書いて、いや額面通りでした。え、額面通りなの。はい。本当に。はい。僕はまっすぐな男。え、バカなんじゃないの。バカって言われた。もうサクッと終わりましょう。うん。お、いいね。ちょっとやっちゃって。はい。運命に身を委ねる。運命に身を委ねましょう。はい。お、本当にそれでいいんだな。いいです。もう目をつぶってやります。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。村井さんも目をつぶってください。二人目つぶって。はい。見ないで、全く見ないでね。いきますよ。終わっても見ないでね。一斉ノーで三。おお。すげー。村井。おめでとう。村井あげろ。村井あげろ。気づいてたんだよね。あげてないの。そうだね。目開けてていい。いきますよ。はい、一斉ので一。なんだフルスイングだな。今目開けてていいっていうあの煽りは何だったんですか。何してるんだ。ものすごい煽ってきたの。この勝負には何か勝ちやすさとかあんの。なんか全くないっす。ない。全くないっす。村井さんが全力投球全部空振ってるだけや。当たっ当たっ当たっ。俺も全力でいこう。よっしゃ、これは村井に答えよう。答えろ。キャール、いけ。一斉ノーで当たっ。何それは。ふざけてる場合じゃない。ふざけてない。真剣にやってるよ。何じゃ。だって一ですよ。それ今生み出した言葉じゃん。ただなんで上げてくれないの。私の番だよ。そもそも当たって言ったよ。1のことで1は当たに変わりました。いや、分かった分かった。じゃあ次から2は当たって言ったら1年。1年よし。当たったは2。それ分からんでいいわ。2は2でよ。すげえ白熱してるけど、3、4位決定戦だからね。いくぞ。リスナーで1。悔しかった。なんだよ。まるで導かれるように上げてしまった。ゆっくりだったのに。すげえゆっくりだったしかも指もしかもビジとかしかゆっくりマックス村の声がもうなんか催眠術にさ誘導されてたね。ビジいや、これがいいんだよ。はー今なんということだ。あなたは全力投球より村さんそっちの方が良かったんじゃない、まあ、絶対いい。あたより絶対さまだ終わってませんから。まだ終わってませんからね。ここで勝たなきゃもうやばい。ここで勝たんとやばいな。本当にミリだよ。俺はパワー系でいくわ。はい。来た。もうびっくりした。手と手が出ちゃった。ドーマさん信じていいよ。その心に。その心に。まっすぐに。本当に？分かった。でもこれでいきます。決めちゃった。一斉ノーで当たった。信じてよかった。俺当たって勝ちたかった。すげーかっこいい。これで結果が、はい、はい、1位キヨさん今17ポイント。よしよし。2位がマックス村井富士さんが同率で
10ポイントずつです。ドグマさんが7ポイント、最下位です。3ポイントなんだ。3ポイント差ですから。ドグマさんと俺は何ポイント、これも逆転はないでしょうね。10ポイント差ですね。いやでも10ポイント差、ボーナスチャンスみたいな、ジャンピングチャンスみたいなあるでしょ最後ね。ない。そうですか。冷たい人ですね。はい、そんなわけで、はい、7夜目の一斉のお出勝負はキヨさんの1位で終わりました。はい、ありがとうございます。はい、次も頑張ってください。はい、はい、また明日。はい、そんなわけで改めましてご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。今回ゲストで遊びに来てくれた、最終兵器俺たちキヨ、同じく富士、そしてドグマカズミ、このお三方のですね、Twitter とか、YouTube のチャンネルであったりとか、ニコニコのなんか関連するチャンネルであったりとか、全部概要欄に入れておきました。入ってます。概要欄にリンクが入ってますので、どうぞご覧くださいませ。チェックしてください。そして共通のエンディングですけれども、今皆様が見られたのは第何夜でございましょうか。トータルで第10夜戦っております。ぜひとも他の動画もご覧くださいませ。以上、さよなら。